始まりました少量チャンネル。翔太です。よね、少量です。今回は、浅草に来ています。ね、見てこれ、うん、着物、着物を着て、ね、一緒にちょっとデートしたりとか、うん、しようね、はい、今回は浅草デートを楽しみたいと思います。思います。イエーイ、じゃあ行こうか。はい、行ってきまーす。ひょにょ、今で俺さ、うん、何、成人式も行ってないのね。あ、そうなんだ。だから着物本当に初めてで、うん、でめちゃくちゃ嬉しくて今なんかもうね、予約してなかったから、うん、もしかしたら当日着れないかもってね、うんうんうん、言ってたんだけど、当日もうね、そのまま借りれるっていう話で、うん、よかったよね、本当にね、うん、ニコニコが止まらない、ね、よし、じゃあいろいろデートしていこうと思います、うん、はい、はい、はい、いいね。ね、なんか久しぶりに来たその中店通りっていうのかな、こういうの通り、正月らしいことしてると思う、ね、いやでもさ、多分三が日とか やばいことになるじゃん、この通り。で今日これ撮影してるのが、6日だから、だいぶ落ち着いてるっちゃ落ち着いてるよ。なんか食べたいものとかない？カツ、カツ、メンチカツ。あー、なんかさっきあったね、チーズ入りのコロッケみたいなね、食べたいな。うん、だここのなんかきび団子とか有名だもんね、うん、食べましょうね、後でちょっと一旦向こうの浅草寺まで行ってみようか、うん、はい、なんかさ、やっぱお正月だからさ、ちょっと派手めの色選んで、そうだ ね、うん、ちょうどよかった、うん、どう？似合ってる、似合ってる、やっぱ似合ってる、俺は年が年だからさ、あんまり派手なやつじゃない方がいいかなちょっとおとなしめの色にしてみてこっち向いて、人気をやる、あー、可愛いって、こういうこと？めっちゃいいじゃん。お似合いです。ありがとうございます。五重の塔が見えてはい、おみくじ、はい、来ますよ、やりたいと思います、うん、26番。よし、よしよし、さあ、はい、じゃあ一緒に、あ、見てみま、見たのね、俺、2枚取っちゃった、まあ、いっか、デデン、じゃん、大吉、お、俺は吉、吉な、え、うん、大吉、どれ、大吉、あー、おめでとう、すごくない、おめでとう、おめでとう、イエーイ、俺吉でした、うん、俺も2枚取る、なんて書いてる？あ、俺願望叶うでしょう、うん、病気治るでしょう、うん、失ったもの出てくるでしょう、うんうんうん、町人現れるでしょう、うん、新築引っ越しいいでしょう、うん、旅行いいでしょう、うん、結婚付き合いすべていいでしょう、だって、いいじゃん、よかったじゃん、全部いいね、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、うん、俺も全部いい、いい、良いでしょうがほとんどね、うん、よかったです今年はね、うん、ちょっと YouTube も成功するかもしれない、もっと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 見てもらいたいな、うん、よし、いい ね浅草寺でお参りも今してきました、何か、何お願いしたの、内緒だよ
それ言っちゃダメ、言っちゃダメ。 あでも、うん、まあ、YouTube、 あそうだよね、を一番、うん、もっともっといろんな人に見てもらえたらなっていう、うん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 、確かにね、俺もそんな感じ、はい、なんか頑張って撮影するんでなんかさ、うん、住所とか言うといいっていう聞いたからさ、ね、なんかちょっと住所とか言ってみた、うん、なんかその去年の暮れとか、うん、俺めまあなんか去年1年通して YouTube めっちゃ悩んだ時期だったの、うんうん、僕のとって、うん、1年やってみてね。そうで、せっかくそのネクストアップとかにも選んでいただいたけど、うん、自分たちが結果を出せてないなっていうふうに思ってて、うんうん、でなんかまあ、もともと好きだったことを始めたのに、うん、なんか好きじゃなくなりそうになったんだけど、そう、でもなんかそう、もともと好きだから、うんうん、なんか好きでいたい、うんうんうん、楽しくていたいし、そうだよね、うん、でもやっぱその見てもらえる、うん、ような動画を作らなきゃまあ見てもらえないわけだし、そうだね、だからでもなんか、うんうん、いや楽しもうって思うね、うん、いや楽しみながら撮影して、うん、やっぱそういうなんか楽しいのがさ、うん、見てる人にも伝わったらいいよね、うん、そう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 、だからそのまあなんか仕事とかでさ、うん、学校とかでさ悩んでる人とかさいたらさ、もともとなんか楽しいことをやればいいんじゃないかなって思うの、別に、うん、楽しいことを優先すればいい、うん、別に嫌なことやらなくてもいいかなって俺は思ってて、無理してね、うん、好きなことをやっていけば別にどうにでもなるし、うん、どうにかなるし、うん、みたいな感じに思った、うんうん、結構ね、この感じでさ、持ってるとさ、うん、腕結構疲れるんだよ。あ、そうだよね。大丈夫。着物でちょっと分かりづらいけど、手つなぎデート in 浅草。そう、好きな人と手つないでるから、そう、あ、なんか道間違えた気がする、まあいっか、向こうの方に行きたかったんで、まあ行ってない、どうする、戻る、それとも向こうぐるっと回る、どっちもいいよ、どっちもいい、うん、じゃあ向こう回ろうか、はい、寒い、寒いね、寒いよ、でもなんかいい1年になりそうだな、うん、いや、なるよ、うん、大吉だったし、そうだね、暗くなってきたね、うん、寒い、暗くなってきたちょっとね、暖を取るためにコーヒー飲みに入ったよ、ありがとう、楽しかった、いや、ね、楽しかったね、本当、なんかしょうちゃんがさ、着物着たいとか言ってくれたからさ、すごい正月気分を味わえた感じがする、うん、ありがとう、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます、では、帰ってあったかいもの作って食べよう、はい、はい、はい、というわけで今回は、うん、着物を着てデートしてきましたね、これからもよろしくお願いします、お願いしますちゃんと挨拶する。ん？これからも、うん、僕らのチャンネルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。